I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. エリカの部屋で待っていよう。千歳を呼んでくる。待たせた。よ、お疲れ。なんか大変だったみたいだな。およ、なんでお嬢をフリーズしてんの？それでいじけてるわけ？俺、千歳さんに見してみそう。なんだ、ちょっと傷がついただけじゃ。これならすぐ治るって。機嫌直せよ、お嬢。無理。ネネタンは私の親友。この心の傷はきっと一生治らない。エリカ、そんなもん振り回すお前が悪い。こいつに部屋に行けと言ったのは俺だ。言わなかった俺が悪かった。お前も許してやれ。この前反対された新しい PC 買っていい？それとこれとは関係ない。いや、治った。さすがお兄ちゃん。お兄ちゃんつうか、どっちかっつうとお父さんっぽいけどな。
るせえ。エリカ、シガのアカウントの解析は済んだか？もう少し。シガのアカウントを調べさせて。依頼人からの要望は、対象のアカウントの破壊だ。あの化け物と遭遇して、奴がどうなったのか確認する必要がある。出たのアカウントがエラーを起こしてるね。その化け物、何かのバグだったのかも。シガはそれに巻き込まれた。でもよ、アカウントを食っちまうバグなんて聞いたことないよ。ああ、ザクソンに報告をしておく必要はあるだろう。だな。ま、ともかくこれでザクソンからの依頼は無事完了ってわけだ。それよりさ、新人くんの試験はどうだったのよ。ああ、合格だ。マジでやったな、お前。フーディーへようこそ。歓迎するぜ。じゃあな、改めて自己紹介でいくか。俺は今井千歳だ。よろしくな。リュウジとお嬢とは長い付き合いでさ、チームじゃ情報収集を担当してんの。さっき渡したハチドリじゃ役に立っただろ。興味あったらいつでもいいな。他のマルウェアも見せてやるよ。こいつがチームリーダーの三島隆二だ。三島エリカ。もう分かっていると思うが、俺たちチームフーディーはエデンで仕事を請け負うハッカーチームだ。依頼内容は何でもあり、ハッキングから偽物探しまで何でもござれってね。個人からの依頼も引き受けるけど、お得意様はチームザクソンだ。奴らのことはもう分かってるよな。よしよし、物覚えのいい後輩で。ザクソンはエデンを荒らすような悪質なハッカーを許さない。ハッキング能力はエデンを守るために使うべきだと考えている。俺たちがザクソンから依頼を受けるのもその辺が理由さ。フーディへの起きてその1、悪事には加担しない。俺たちはザクソンの元で働く正義の味方ってわけ。事実、俺たちはエデンの行き過ぎた暴走行為を抑える役目を担ってるしな。俺たちの仲間になったからにはお前も悪いことは NG だぜ。ザクソンに喧嘩売るのもなし。お客様は神様ですってな。その点、こいつは心配ねえよ。だな。自分のアカウントを奪ったハッカーを追いかけて単身空論に乗り込んじまうくらいだもんな。俺たちのことはこれくらいで十分だろう。あとはおいおい覚えていけ。千歳、エリカ、どちらでもいい。こいつに板の説明をしておいてくれ。終わったらザクソンに報告に行く。リュウジがどこ行ったの？あれ、聞いてねえぞ。このネットカフェ、こいつら兄弟の店なんだ。生活費も稼げてアジトにもできて一石二鳥ってな。バイトの女の子も可愛いんだぜ。な、手出すなよ。俺が狙ってんだろ。さてお嬢、板の説明どっちがやる？
私のせい。ですよね。残念。若くて可愛い女の子に教えてもらいたかっただろうけど、今日はお兄さんで我慢しとけ。さあ、こっちだ。ついてこいよ。おーい、どうした？そんじゃま、先輩であるこの俺が直々に新人教育をしてくれよ。慎んで拝聴したまえ、モブタ君。なにキョロキョロしてんだ。お前のことだってモブタ。あれ、気に入らない？おかしいな。俺なりの、じゃあ他のを考えるか。モビー、モブサワー、モブリン。普通じゃ面白くねえと思うんだけどな。ま、こういうのは無理強いするもんでもないしな。話を戻せ。これはもう説明する必要ねえよな。一見何の変哲もない PC 端末に見えるが、これがこの店のログイン端末だ。板の説明をするから PC を立ち上げてみな。板ってのは掲示板のことだ。今画面に映っているのが、チームへの依頼はここに設置された掲示板に書き込む。いろんなやつが掲示板に書き込むが、引き受け依頼は誰が受けてもいい。ただし難易度の高い依頼はチームでこなすからな。どっから頼まれてんだか知らないけど、たまにリュウジが掲示板以外からもでかい仕事を持ってくる。自分で言うのもなんだけど、俺たちは腕がいい。依頼内容もバリエーションに富んでるんだぜ。クラッキング対策とか、防壁構築の依頼とか、悪質なハッカーの追跡とかな。お前、リュウジに拾われて運がいいよ。ハッカーを追跡するのに、こんなにいい環境はない。クーディーで依頼を受けているだけでも、おば…ん？俺たちはなんでこんなことをしてる？まあ、理由はそれぞれだ。俺の理由を。そうだな。世のすべての女性たちも、何を隠そう、こうしてハッカーをしているのも。え、何その顔。自分から質問したくせに変顔で先輩の話をスルーするとは。モブ顔のくせにやるな、この野郎。さすがリュウジが拾ってきた。それじゃあ習うより慣れろだ。いくつか依頼を入れといてやるから、試しにやる。俺はその間にリュウジとザクソンに報告に行ってくる。心配すんなって、簡単なやつにしといてやるから。
をお探しです。お前な、連絡入れろって言っただろ。こっちは散々心配したんだぜ。俺今中野にいるんだ。会えないか。ちゃんと話聞かせてもらうからな。お前無事だったんだな。どこも怪我とかしてないよな。何のんきな顔してんだよ。心配するに決まってんだろ。親友が突然ハッカーチームに入るって言って連絡が取れなくなったんだぜ。大丈夫なのか。ひどいこととかされなかったか。何があったのかちゃんと聞かせろよな。それでそのリュウジってやつの誘いに乗ってハッカーチームに入ったわけか。お前何考えてるんだよ。ハッカーなんてお前からアカウントを買ったやつらと同じ人種じゃないか。そんなやつらを信用するなの。なんだろう、黙りこくっちゃって。まあお前がそこまで言うの信用するけど、用心するのを忘れんなよ。でもそいつらの力を借りて結局犯人だ。なんかさ、その割にはお前落ち込んでないよな。何かあったのか。そっか、フーディーか。よっぽど気に入ったんだな。なあ、今度は俺もついていくからな。何を驚いてんだよ。闇マーケットなんて俺一緒についていくつもりだったんだぜ。それを黙って一人で行ったりしてさ、結構ショックだったんだからな。今度 K から連絡が入ったら必ず俺にも連絡しろよな。よし、じゃあ俺もう行くよ。話聞いたら安心した。約束忘れんなよな。探偵がご入り用ですか？ようこそ、クレミ探偵。どうぞお入りください。お話はな。おや、君面白い。やはり君とは縁があったようだ。そうか、まだ名乗っていなかった。すまない、素性を隠したがるのは私の悪い癖でね。私はクレミ京子。見て通り、しがない探偵だよ。この中野で探偵事務所を営んでいる。立ち話もなんだ。とにかく、中へ入りたまえ。
どうかしたかね。私と出会った時のことを思い出して。ああ、あれは本当に助かる。あの手のフィールドワークは一人ではなかなか骨が折れる作業だからね。あの時は今のように雑事を任せる助手もいなかったし、うん、今思えば助手というものの良さに気づけたのはあの時に君との出会いがあったからかもしれない。礼を言う。そうだ、助手といえば君はあの後に起きたことを目に。それは残念。君はカーリーには縁がないのかもしれない。君があのまま新宿にいて、私よりも先にデジタル怪獣に遭遇していたら、また違った運命の歯車が動き出し、違った未来が選択され、違った今になっていた。はたまた起こり得ない過去が衝突し、世界が吹き飛んでいたから。その場合、あくまでも固定された現在が存在することが前提となっている。いや、せんないことだ。ここは単純明快に行こう。そうだな、君はコーヒーは好きかも。客人だというのに二人の再会を祝して君に特製ブレンドをご馳走しようじゃないか。早く戻らなければいけない。そうか、どうやら取り込み中だったようだな。ぜひ新作の感想を聞きたかったが、またの機会にしよう。君とは縁があるようだ。おのずとそれは訪れるだろう。もし君が優秀な探偵をご所望なら、再びここを、信頼と実績のクレミ探偵事務所を訪れたまえ。高校生の君に興味深い事もっとも。
によったもんで、あいつそうか、いねんなら仕方ねえ。エリカちゃんにも挨拶してきてえとこだが、リュウジにはまたいじが来たって言っておいてや。お前さんも悪さなんかするんじゃねえぞ。何かしでかそうもんならその時は、はい、なんてな、伊達みたいなこと言っちまったぜ。依頼はどうだ？二つとも終わった？よしよし、優秀よ。そしたらさ、お嬢とエデンに行ってきてくれないか？エデンに俺のマルウェアがいくつか仕込んであるんだけど、ちょくちょく点検しないといけないデリケートな代物なんだ。俺もリュウジもザクソンへの報告が終わるまでは動けないし。てなわけで、マルウェアの点検も兼ねたパトロールを頼む。ん？心配すんなって。もう怒ってねえから。いいから行ってこい。これは先輩命令だ。お嬢にはもう伝えてあるから、先にログインしてるはずだぜ。メインエントランスで落ち合ってくれよ。じゃ、よろしくな。詳しいこと。いつからそこにって、君がエデンにログインした時から。声かけるタイミング、わからなくて。千歳に言われた、マルウェアの天気。一応聞くけど、マルウェアってなんだか分かってる。頭痛い。知らないで使ってたんだ。マルウェアっていうのはデジモンプログラムに手を加えて作った特殊なウィルチとセが昔からいろんな特技を持ち合いが入ってから上手マルウェアたちがもちろんチトセのプログラムにエデンの運営チームには有志ナビットという正体不明のハッカーも活動しているし、ちゃんと聞いてた。プログラムの話をするときは楽しそう。また、プログラムが
いるが、ネットの世界はエデンが好き。君はエデン好き？それじゃ、点検始めよう。オッケー、ちゃんと動く。何がって、この子が来たの。デジモンを改造しているって言ったでしょ。この子がここに仕込んでいるマルビア、クモバチちゃん。ここを通過するユーザーを監視しているの。この子みたいに容量の小さいデジモンは汎用性が高くてマルビアにしやすい。容量の大きなデジモンはパワーや守備能力が凄まじいけど、その分見つかりやすくて、マルウェアには向いてない。ほら、仕事に戻りな。次行くけど、君、デジモン。なら、護衛よろしく。私、何？デジモンがいないのに、ハッキングしているのが不思議。私にしてみれば、誰が作ったのかも。だって、どんな、私は、自分でプログラムを作る、ロータビってバカにする人もいるけど、一世代前のハッカーは、みんなこうだったんだよ。デジモンが見つかって、デジモンキャプチャーが普及するまではね、今はデジモンバトルが主流だから、お兄ちゃんの千歳も、デジモンを持っているけど、あの二人はもっとすごいな。私はバトルしないのかって。戦うのはお兄ちゃんの仕事。あと、新人君はうちのチームの新しい鉄砲玉だって。お兄ちゃん、とにかく護衛は君の仕事ってことが言いたかったの。分かったら早く連れて。
このマルウェア、妙なエラーが起きてる。ここのマルウェア、姫バチちゃん、この子もこのエリア一帯を検知不能な何かを捉えたみたい。解析装置が処理が終了できなくてエラーを起こしてる。君、この辺りで情報収集してきて。この子が何を見たのか、妙なものが現れているのなら、ユーザーの中に目撃者がいるはずだから。いるはずにない他にも、うん、今日の怪現象の正体。あ、おかぎと猫は隠し部屋は今日電脳魔女はただのだけど原因は突き止めておかないと。ここのマルウェアはイニシャライズしたけど、またおな亡くなっちゃった。どこかのエリアへのリンクがある。これが現場。待って、今リンクをつなぐ。でもこんなの変、こんなのありえない。こんな膨大な処理一つのサーバで回しきれるわけがない。ログも痕跡もリアルタイムで暗号化されてる。通常のアクセスじゃ弾かれる。それなら驚いた。あなた誰に導かれてここへ来たの？あなたの運命、あの子の運命の枝、それとも。はい、答えなくていいわ。すでに導かれているのだもの、きっと必要。とにかくあなたはここを訪れた。ようこそデジラ。
デジタルモンスターラボ。ここはデジタルワールド。デジタルワールドについては私はミカグラにいる。そうね、ここの管理人みたいなものよ。この場所からとある運、私自身驚いてるわ。さて、話はこれくらいにして、ひとまずはここがどんな場所か、もう いえ、気にしないで。こっちのこと。デジラボのこと、理解してもらえてみたいね。イレギュラーとはいえ、しっかり利用して、最後にもう一つ。ハッキングスキルは、デジモンを知っても、あなたをここに導く。面白いよ。ここは、そちらのプロトコル。あなたはあの子とは違うみたいで、いつでも利用してちょうだい。覚えておいて。あなたが進むべき道、その力はきっとあなたの。それじゃ。不思議な子。時を同じくして回り出した二つの運命は、全く別の方向。この事象はおそらく、私の予想をはるかに超えて、世界が広がり出した証。見定めさせてもらうとしましょう。あなたとデジモンとの。あ、戻ってきた。で、どこに行ってたの？
わからないで送ったのかって。私だって行きたかったけど、弾かれてダメだったんだもん。君の足跡も途中で追えなくなっちゃったし。後で君のログちょうだい。解析してみる。でも、君の目を介した主観って。彼女が何者か気にならないのかって。別に、もういいよ。私の推測、大体当たってたと思うし、君の話から推測すると。君が出会った電脳魔女、きっと、凄腕のハッカーなんだよ。そう考えれば辻褄が合うもん。電脳空間の隠し部屋を捕捉できないのは、その人が常にエリアを移動させ続けているから。このエデンでそんなことするには、かなり膨大な規模の演算装置がないと不可能だけど、よく考えればね。やっぱりオカルトじゃなかった。あの猫、あれだって、ログを解析すればただの。もう、ちょっとは自分で考えなよ。借り方がわからなくなっちゃって、
去はデジモンに。そうですよ、私の故郷はデジタルワールドって言うんです。デジタルワールド？うん、こことは違う世界でしょ。ねえ、世界っていうか、ここは人間が作った仮想空間だよ。やっぱりそうなんで、私は詳しくは知らないんでしょ。二つの世界は、ウラーは違う。きっと私は、そうやって間違った道を通って、あんた、やっぱりエラーしてるんじゃない？なんでそんなこと言うんですか？ってことは別の世界なんで。私はエラーなんてしてません。こんな荒唐無稽な話、すぐ信じるなんて早計だと思うけど。本当にデジタルワールドはあるんです。この仮想空間にいるデジモンたちは。確かに、自然発生的にあるのでもまさか。信じてくれないんですね。でも、別に、そうは言ってないでしょ。じゃあ信じるとも言ってないよ。そんなんじゃないから。でも私、私たちに聞かれても。私も。言っておくけど、私は当てにしないでよね。私、デジモンに興味ないし。行くところがないなら、故郷への帰り方がわかるまで、うちにいてもいいけど。いいんですか？ありがとうです。押し切られた。何見てるの？しょうがないでしょ。なんだかあの子、放っておけないんだもん。あんなに喜んでる。デジモンのくせによく喋るし、ドジだし、変なプレイも、なんだか、面白いかも。あの子、助けてくれて叩いてごめん。ネネタンで。でもまた、ノックなしで入ってきたら叩くからね。ほら行くよ、ワーム。